きちょっと台風通過してる途中ですごく風がね、強くてすいません、聞き取りづらいかもしれませんけども、今からねこの農業用のハウスとかをこうなんかする補強するような、道具らしいんですけど、これを埋めていきます。でこれクライミングの中でよく使うんですけど、誘導分散というのを したいので、1,2,3 箇所、3箇所ね、アンカーを取っていきたいと思います。で、アンカーね、多ければ多いほど、当然支持力も増えるし、安心度が増しますので、はい、大いに越したことはないと思います。はい、3箇所ね、1箇所ねやったんですけど、かなりねこれがズブズブ入っていくような感じだったんで、まあどうかな、ちょっと不安ではあるんですけど、ちょっとすごい集中豪雨が来て、台風でね、地面が緩んでる感じはします。はい、まあただ、やれるだけちょっと、入れてみたいと思います。はい、こんな感じで、アンカーが、そこに埋もりました。3箇所、平行に埋めました。ここにシャックでね、スイングを取っていきます。で、そこであと台がね、必要なんで、今日はね作物なんかを入れるね、黄色い収穫籠みたいなやつをやっていきたいと思います。今からこうシャックルで、この、ビデオを切っていきたいと思います。
ー